はい、皆様どうも、本日はこちら。ダンテエスケープ最終回、やっていくぞ。それじゃあ早速前回の続きからスタート。お、出ました主チャンネルでもおなじみの BGM。宅配ピザの広告ゲット。からのしまった、寝てしまったと思ったけど。あれ、ゲームオーバーならなかった。これは、何かの儀式っすか？お、猫ちゃん謎の魔法陣をカキカキ。何も起こらない。儀式には何かアイテム、ボードに書いてある玉がいるのか？お、やっぱあったわね。さあ今度こそ。あ、お月様もまん丸にしないといけないっぽい。なるほど、月の形を変えるためのおねんねか。さあ、今度こそ。お、できたできた。出たよ、ピザー。あ、ピザの広告セットしちゃったからか。ってことでお次はちゃんと魔法のショー。さあどうなる？まさかの瞬間移動の魔法だった。一応脱出成功。猫ちゃん、お次はどう脱出する？おっと、お姉ちゃんが物を探して困ってますな。このアイテム3つ、探して持っていけば良さそうね。これは、ロボット掃除機。おし、スマホも発見。これで残りは鍵だけね。ソファーの下にあると見たぜ。掃除機を充電してからの。虫くん大正解。おし、これでお姉ちゃんが探しているものコンプ。あとは開いたドアから優雅に脱出。さあ残り2ステージ。お、出かけたお姉ちゃん。なんか怪しい車が。誘拐されちゃったー。お金持ちのお嬢様を誘拐し、身の代金要求するつもりね。猫ちゃん、すかさず助けにやってきたね。いた。まずはお姉ちゃんの縄をほどかねば。めっちゃ都合よくハサミ。いや、しようね、あんた猫のくせに。おっさ、犯人が来る前に脱出を。ぐ、厳重にロックされている。どこかにこの鎖を切るアイテムないかしら？これまためっちゃ都合よく、鎖切るのに最高のアイテム。おし、無事に脱出、と思ったら。ぐ、まだ続いていたのね、これが最終ステージ。いや、この超緊急事態でお腹減って動けないでー。いや、お姉ちゃん、ちょっと我慢しろよ。そこにまた、都合良すぎるバナナ。猫ちゃん、早くこれをお姉ちゃんの元に。なんか猫ちゃんが2匹いるように見えたのは気のせいなのよ。バグじゃないのよ。突っ込んじゃダメなのよ。まさか凶悪な犯人にバナナ攻撃？いや、こんなの引っかかるわけが。引っかかったー。マジか、この隙に外に。これはもう安心。よかったよかった、めでたしね。警察さん、犯人を無事逮捕。と思ったら銃ぶっ放したー。やめてー。猫ちゃん。嘘でしょ？こんな最後って。生きてたー。扉の鉄の部分に当たった的な。まあ何はともあれよかった。ということで以上、ニャンテエスケープ最終回でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。
ではまた明日の動画で。